久保さん、今回ノーベル賞、日本理論物理学者ノーベル賞を受賞された、湯川秀樹さん。未知の世界を探求する人々は地図を持たない旅行者である。未知の世界を探求する人々は地図を持たない旅行者であると。ね、地図ください。エビデンスください。結果、本当に稼げるんですか？本当にそこに行けるんですか？みたいなね。未知の世界を探求する人々は地図を持たない旅行者であると。まさにその通りだなと思うんですけど。だってやったことないことにね、じゃあ100歩譲ってエビデンスはあります。エビデンスはあるけど、あなたのエビデンスじゃないですよねって話なんですよね。じゃあこのエビデンスはあなたがこれと同じ通りになるのかっていうのは保証されてるのかっていうと、そうでもないわけですよ。じゃあウサイン・ボルトはこういう走り方をやってね、10秒切りました。じゃあその方法を教えます。あなたはその方法を教わったところで10秒切れますか？ウサイン・ボルトは切れたけど、あなたは切れるか分かんないですよね。だからやってみないと、全部やってみないと分かんないんですよ。だけど多くの人はやっぱそれが欲しいので、ライズアップみたいにババンこういう見本が欲しいんですよね。ああいう風になるんだみたいなね。まあだからこれはね、マーケティング商品を売る上で、そういうのをね、みんな地図が欲しいので、地図は売らないといけないんですけど、見せないといけないですけどね。これは難しいですよね。本質は別にそれがなくてもやりたいんだったらやるべきだし、だけど多くの人はライズアップみたいな CM が必要なんですよ。あれがないとライズアップ入ろうと思わないですからね。ああいう風になれるんだっていうお手本がないとね。だからそれを見せないといけないんですよ。売る側、すみません、これマーケティングの話になっちゃいますけど。でも本質的な部分で言うならば、そんなのはどうでもよくて、自分がやりたいと思うんだったら、そういう風な金持ちになりたいのと思うんだったら、金持ちになるための勉強すればいいだろうし、成功したいんだったら成功するための勉強すればいいだろうし、やればいいだろうしっていう。でもそこだけなんですよね。そう。だけど多くの人は、それがないとできないんですよね。いってらっしゃい。